はい、皆さんこんにちは。いや、はるくん、はい、すごい車仕入れました。そうっすね。そして早速販売開始です。はい、早い。いや、おめでたい。ご覧の通りですね、今回紹介させていただくのはフェアレディ Z GS30、まあ、つまりね、4シーターですね。世間で 2x2 と言われている初代フェアレディ Z シリーズ、はい、というわけでございますね。ただ今ね、私はこう思うんです。はい、今 2x2 が熱い。今日はそれのね、なぜそう思うか理由も含めて車両の紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。最後にはね、車両のプライス発表もさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。で、まずおさらいですがね、はい、まあ、今やもう完全なブランド化している S30、 初代フェアレディ Z、 もうね、価格も大変なことになってきたね。そうですね、どんどん1000万円を超えるような車両がザラに出てくるようになりました。はい、それに対して約4年後後から販売されたのがこの 2x2 ですね。簡単に違いを説明させていただきますと、まあ、ご覧の通りの4人乗りなわけですよね。で、シートが増えるのに伴って大きくなってます。大きく、うん、全長、幅、高さそれぞれがね、少しずつ寸法変わってます。で、幅は2センチ、高さも2センチってことで、ちょっとずつね、本当見た目ではわからないぐらいの変更なんですが、全長、こちらに関してはね、ドドンと30センチ、30センチも、うん、30センチ長くなってるわけです。長い。で、さらにその長くなった30センチどこに使ったかというと、もうまんまホイールベースに使ったわけですよ。おー、このホイールのセンターからこちらのね、センターまでの、まあ、この部分がまんま30センチ長くなってますと、はい、いうことで、横から見た時は結構違いが分かりますね。高さに関しても4シーターなので後部座席に人が乗ります、はい、なのでここもね、高さある程度確保しないといけなかったので、 S30 独特の優美な曲線、リアのラインがね、はい、若干変わってます。なので S30 ファンから言わせると、まあ、このライン邪道だと言われることが多々あったわけです。普通にかっこいいけどね、まあ、見る人が見れば違いが分かるというところですね。で、さらに細かいところで言いますと、このリアのフード、ここもね、変わってるんですよ。ここも違うんですか。うん、ここも長さ変わってます。開いた時のこの部分ね、はいはいはい、この部分も長さが GS の方が5センチ短くなってます。 S30 が106に対して約101ということで、だいたいね、5センチ、ここの部分が短くなっているというのと、でガラス、幅はね、一緒でした。長さっていうのかな、この縦の部分、こちらが S30 67.5センチ に対してだいたい 63.5 だったので、約4センチほどキュッとね、短くなってる。短いですね、うん、であとドアもそうですね、ドアそのもの、この子さすがにね、後ろにも人が乗るというので、ここはちょっと長くしたかったわけですよね。はいはいはい。 S30 2シーターが111センチなのに対して、こちら GS30 はね、10センチ伸びてます。121センチ、だから10センチって言ったらね、結構長いですね、うん、ね、それなりに伸びてます、はい、まあ、後ろの人もその分乗り降りがしやすくなってるので、はい、ホイールベースも30センチ伸ばしましたのでね、 S30 が230に対して GS30 は260ということで、ホイールベースが変わると結構見た目に与える印象も変わりますからね、はい、だいぶ長く見えますね、うん、キュッとシャープな S30 に対して、やはりだいぶね、見せる表情は変わってくると思います。はい、はるくん、はい、なぜ私が冒頭 2x2 が熱いというふうに申し上げたかと言いますと、過小評価されてると思うんだよね。 S30 が1000万超えが続々と出てきたのに対して、 GS30 価格で言うと2分の1以下ぐらいの相場、半値以下っていうわけなんですよ。はい、うん、やっぱりね、 Z ファンからしたら、まあ、S30 が王道です。絶対正義で、 GS30 ってやっぱ後から出てきたのもあって、まあ、王道ではない扱いを受けてるわけですよね。初代の S30 のデビューから4年も後からデビューしてるので、もう後出し、まあ、後付けの車両みたいな、そんなイメージを持ちがちなんですが、実はね、 S30 の発売前、もう開発プロジェクトの段階からこの 2x2 って存在があったんですよ。そうなんですね。これはもう発売することは決まってた、ほとんど、はい、なぜならちゃんと売れるスポーツカーを作らないといけない大義名分があったわけです、はい、フェアレディ Z の開発人たちにはちゃんとね、数を売るというね、明確な目標があった。そうなるとね、2シーターのスポーツカーだけではなくて4人乗り、これもね、
ね必須だと、はい、いうことだったんですね。なので最初の第1回のフェアレディ Z 連絡会議から 2x2 は作るとラインナップに加える予定だっていうことがね想定されてたわけです、はい、これねハル君本人に聞きました。本人に聞いたんですか、うん、フェアレディ Z S30 の設計をされてた上村仁さんという方、はい、お越しいただいて、もう本人にいろいろお話伺いました、はい、もう実際図面書かれてた方ですよ。そしたらね GS30 最初から作るつもりでラインナップに加えていたということでですね、それを聞くとなんかこの後付けの感じもなんとなくしないでしょ。そうですね、最初からこれはね Z プロジェクトの一員だったわけですよ、はい、で分かりますよ、真の初代フェアレディ Z のアイデンティティ、この見た目のデザインのところも本当に細やかなところなんですが、 S30 の方がやっぱ完成形には近い、うん、理想のデザインには近いというのはそれはね上村さんもおっしゃってました。それも踏まえた上で半額かと、いや今美味しいなと思うわけです。逆そうですね、うん、でもう一つ私が GS30 を推したいポイントがございます、はい、それが保管状況の良さ。保管状況の良さ、あくまで傾向にはなるんですけど、はい、4人乗りをわざわざ選ばれる方ってやっぱ無茶な運転しない方多いんですよね、傾向的にね、はいはい、もちろん個人差ありますよ、はい、大切に乗られてる方がやっぱ多いイメージがあります。で、ツーシーターはやっぱねスポーティーだから、はい、走りが本当好きでね、はい、運転を楽しみながら乗られてる方多いので結構やんちゃな乗られ方してることも正直あります。ありそうですね。割合的にはね 2x2 を運転してる人の方がジェントルな乗り方っていうのかな、そういった傾向があるように思います。それをね裏付けるかのようにこちらのオーナー様、はい、クラシカ横浜にねこちらの売却を決めていただいた際に、はい、まあ、実際にこれまで変えてきた経歴っていうのかな、もうねずらりとありますね。その内容も踏まえてもうしっかりねこれまで補修してきた箇所内容が明確に記されてると、はい、いうことで一部ね紹介させていただきますと、はい、リアシート、ドアの内張り、はい、ダッシュボード、センターコンソール、ホームの革の部分、これらを全て張り替えしてます。素晴らしい、通りで綺麗なわけだよね。ご覧ください、ドアの内張りからリアシートですね、こちらもしっかり張り替えられて綺麗な状態です。でこちらですねダッシュボード、これも革の部分ですからね、あとはホーンの革の部分こちらですね。でこれら革の部分全て張り替えされてるということでね、はい、ただ綺麗だねというだけじゃなくて実際張り替えしたんですよっていうその元オーナーさんからの証言がね残ってると我々もね次のお客様に販売しやすいですよ。そうですね、説得力が違う、ね、ありますね説得力。であとはねフロントスタビライザーのリンクプッシュの左右で交換してたり、ボールジョイント左右交換、トルクロッドプッシュ左右交換、全部いったらすごく時間が経ってしまうぐらい電動バーステも取り付けられてます。でリアのクォーターガラス、左右のねウェザーストリップ交換、これはね、いいっすね、非常にありがたい。ウェザーストリップはね旧車ではもう手に入れるのがね非常に難しい部品ですから、でこれウェザーストリップゴム部品っていうのはね旧車ではこれら消耗品はね見つけるの本当大変なので、でウェザーストリップが手に入らないからガラス交換諦めましたなんていう例もね頻発してるぐらいなので、ウェザーストリップが新しい、これはね非常にポイントが高いです。で運転席だって全然調子いいね、まだまだ柔らかくてひびも入ってないし非常に状態がいいです。めちゃめちゃ綺麗です ねいつ頃交換されてるんですかね。これこちらはですね2020年の8月なので、今動画撮影してるのが2023年3月末なので、まあ、交換してから2年半と少々っていう感じなので、これはまだまだしばらく走れますね。であとですねポイントが高いのがこの S30、GS30 シリーズ、暑いんですよね。暑いんですよ、夏やばいんですよ ね当時はもうエアコンなんかないのでメーカーオプションでねクーラーあったりはしたんですが、まあ、あえてつけない人も多かったというので、はい、まあ、税金変わっちゃうっていう話でしたね当時は。そうですね、うん、まあ、S30、GS30 は暑い、はい、そんな中でこちらフロントガラスクールベールといってね紫外線カットってよく聞くじゃないですか、はい、赤外線カットこれもしてくれて、赤外線っていうとねじりじりとこう太陽からの日光でどんどん熱くなってくるでしょ、はい、それをねカットしてくれる。素晴らしいですね、うん、名前の通り熱くなるのを防いでくれるフロントガラス、はい、でこの面積だからねこれありなしでだいぶ室内の温度変わってくるわけですよ、はい、夏場も快適に運転することができる GS30 いい個体ですよね、はい、でさらに、はい、助手席ご覧ください、しっかりねクーラーがついてます。
まあ、後付けのものでねクーラーがついてますので、そういった意味でもねなおさら夏場も安心して運転していただけると。はい、いいっすね、うん、この手のかかり方がさ素晴らしいよね。本当に大切に乗っていただいてたんだなっていうのがね見てるだけですごい伝わってくる。どこから見ても綺麗でしょ。今お伝えしたのはほんの一部っていう感じですね。本当に手をかけて大切に乗られてきた車です。うちに実際に車を譲っていただく際に、はい、元オーナー様の方からあこれもおすすめしておいてってね言われたものがあるのでちょっと紹介しますね、はい、こちらですね、中林工業さんのボディカバー。いいっすね、うん、旧車を買うならね車庫保管でない人は、言ってしまえば車庫保管の人もか。そうですね、ボディカバーはねほぼ必須になってくるわけなんですが、フェンダーミラーだから結構ね合うやつ少ないんですよ、はい、でこれは、まあ、GS30 用のぴったりしたやつではなくて130用のものだったっていうんですけど、はい、結構合うということなのでこれだけでも 4,5 万しますからね、うんうん、だから車買った後にそれはボディカバー買わなきゃなって追加の出費、はい、で合うやつでそれなりの質のものを買おうとするとどうしても 4,5 万と、そうです、ね、なっていくので、これがちゃんとついてくる、はい、これありがたいですよね。めちゃめちゃありがたいですね。で、ハル君見てよ、はい、エンブレムの光り方がさ異常に光ってますね約50年前の車とは思えないぐらいの、そしてメッキですよ、はい、メッキバンパーのこういうところはねもういかにも年代が出てしまうところなんですが、いいですね、輝いてますね。横から光を当ててみてもさ大きな線傷とか見当たらない、はい、新品同様とまではいかないけども、これはね見ていただいたら皆さん納得していただけると思います。これは綺麗だねって、はい、エンジンルームも行きましょうか。はい、じゃあボンネット開けますよ。オープン。はい、ご覧の通り綺麗な L 型エンジン、直列6気筒ですね。綺麗。でこちらのエンジンはですねクーラント漏れが発覚した時があったというので、その際にヘッドカバーこちら交換済みということです。でそれ交換したのと同じかな、同じタイミングで腰上のエンジン自体ね腰上部分は全てオーバーホール済みということで、はい、これまた非常にね調子がいいです、はい、でこれらの整備が行われたのが2021年7月ということなので、だから走りの調子がねいいですよ。でオルタネーターも新しいものにねリビルト品に交換されてます、はい、発電能力も申し分なし、はい、これ聞いてるだけで安心してくるでしょう。すごい安心ってか、もうエンジンの音聞きたいですね。うん、わかりました。じゃあエンジンかけましょう。はい、ね、お願いします。はい、エンジンかけます。ちょっと踏みましょうか。いいね、いい音っすね。でインジェクションなのでね、はい、特にこうエンジンかける際のコツみたいなところもキャブ車ほどないので、本当にねスッとこのフェアレディ Z 初代のシリーズをね楽しんでいただくには最適の車なんじゃないかと。で実際に我々も乗りました。めちゃめちゃ気持ちよかったね。気持ちよかったですね、うん、これはこのフェアレディ Z のね S30GS30 シリーズを気軽に乗りたい人、楽しみたい方には本当におすすめの一台になってます。それでは気になるプライス発表いきましょうか。はい、お願いします。1976年式 GS30 フェアレディ Z2x2、 こちらがですね車両本体価格こちらでいきましょう。ドン、450万円。安い。これ本当安いと思いますよ。安いですね、うん、本当に安いと思います。ご覧の通りの状態 でこれだけ前オーナーさんが手を加えられた、大切に乗られた車両です。エンジン音はね見ていただいた通りです。すぐにでも走り出せる好調なコンディション、これはクラシカ横浜当店がね自信を持って送り出せる貴重な一台になってますので、これはもう早い者勝ちですね。でさらにさらにあるんですか、なんか特典がございます。え、こちらの GS30 ご購入いただいたお客様にはこちらのですね、じゃじゃん、実際に図面を描かれた設計を携わっていた上村仁さんの直筆サイン、生みの親ですよ、これをプレゼントいたします。マジっすか。これは貴重ですよ。貴重っすね。当店にお越しいただいた時に書いてもらいました、はい、いいな。なのでクラシカ横浜から S30GS30 この個体も含めて今後ねご購入いただけるお客様は上村仁さんの設計されたご本人のサインがついてくると、粋なプレゼントですよね。粋な特典っすね。本当にありがたい、うん、ということでね S30 のもう約半分以下ぐらいの価格で
このフェアレディ Z もね、世界を楽しめる素晴らしい名車ですよ。私が 2x2 をあえて押したいという気持ち、なんとなく分かってくれましたか、ハル君。僕にはだいぶ伝わりましたね。いや本当ね、狙い目だと思います、はい、もうぜひぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。ということで今回は GS30 フェアレディ Z の 2x2 ですね、こちらの紹介をさせていただきました。車両販売価格450万円となっておりますので、ぜひぜひお問い合わせください。動画の方もちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして、次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長でした。まだ何も知らない。